はい、皆さんこんにちは。どうもナトです。ナトです。ですね、ただいま1時間で雲を何種取れるかということをやっておりまして、やっていまして、そこで惨敗 しました。1時間経っても全然見つけられなくて、まあ、10種類も見つけられなくて、気持ちがすごい落ち込んでいて、上を見上げたんですね。そしたらですね、面白い幼虫見つけましたよ。面白い幼虫見つけました。いやー、今日はね、多分雲じゃなかったんですね。ちょいちょいね、個性的な、まあ綺麗な虫とか見つけてたんで、僕は今日こいつを見つけるために来たんじゃねえかって思うぐらいね、まあちょっとテンション上がってます。ひーふー、上がるー。このナトさんは何で今そんなテンション上がってるかっていうとですね、白い幼虫がね、たくさんいるんですよ。ほら、ここ、あとそこにも、あとそこにもね、ここ、あ、ここもいたわ、あっちもいたわ、こんなところにもいたわ。すごい面白い体の持ち主で、毛とか生えてないんですよ。ロウ状のね、物質を身にまとっていまして、こちらおそらくアゲハモドキ、毛じゃないんで簡単に取れちゃうんですよ、ロウが。こんな感じで触っちゃうと、なんか申し訳ないんですよね。ほら見てこれ、いやー最高だね。頭を丸めるんですけど、その際に汁出すみたいです。アゲハモドキの幼虫と、あとハバチの幼虫ってすごい似てるんですけど、ただね、あの腹脚って言って、この足ですね、この足、この葉っぱにくっついてる足、これが、4対のものを、アゲハになります。アゲハモドキになります。で、ハバチの方は8対だったかなになります。あ、お目覚めですね。成虫になると本当にね、アゲハチョウ、まあ、黒アゲハみたいな感じになるんですね。毒を持つジャコウアゲハに擬態されているって言われていて、まあそれはそれは美しいガになります。はい、かわいいかわいいアゲハモドキさんたちでした。ではまた次の動画フィールドでお会いいたしましょう。はい、バイバイ。